皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。最後までご視聴お願いいたします。本日11月4日誰のせいでこうなったのという題でお話をしたいと思います。まあ、うまくいかないことを人のせいにする人がいますね。表向きは電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのも全て私のせいなんてこう言うんですけど、心の中ではイライラムカムカしています。そして最初は自分を責めてたんですけど、責めきれなくなると今度は誰かを責めるようになる。そしてそれはブレーキが壊れた車、ダンプカーのようで、すり減らし、いくら止まろうとしても止まれないばかりか、大変な事故につながってしまいます。でブレーキが効いてもですね、それはブレーキをかけっぱなしであるならばフェード、ベーパーロック現象が起こってブレーキが効かなくなる。そしてブレーキが壊れ、ドーン。まあ、私は富士山を猛スピードで降りてきて、バイクでちょっとこうブレーキの効きが悪いんでね、止まって急いで、そして、もう小1時間ぐらい休んだでしょうね。もう冷えたかなと思って触った、あちおお、水ぶくれができてね、いやいやいや、ディスクブレーキの温度って大変だなってこう思いますけれど、皆さんそういうふうにこう摩擦をして止まるブレーキ、それは大切ですけれど、私たちにとって自分を責め人を責める、そういうエネルギーを使うことをやめましょう。神様はあなたはどこにいるのか、どこにいるんですかって聞いておられるんですね。はい、ここにいます。そう言えるでしょうか。アダムとエバはかくれんぼして神から隠れました。しかし、はい、私はここにいます、私は罪を犯しました、許してください。しっかりブレーキをかけて、そして神様に立ち返ったならばよかったのに、そうはいかなかった。最後までね、あいつが悪い、こいつが悪い、妻が悪い、妻は蛇が悪い、そして蛇を作った神様、あなたが悪いんじゃないですかと言わんばかりでした。皆さん、私たちは自分を責め、責めきれないと他の誰かを責めようとする、そのような状態、ブレーキが壊れている状態から2021年前、神が人となって来られ、十字架にかかり復活されたイエス・キリストを通して私たちは救われます。自分のせいだ、罪は私が犯したんだ、でもそれを許してくださるからそれを認められるんですよね。今日私たちは自分で自分を裁くんではなく、人を裁くんではなくて、神自らが裁かれ私たちを許してくださった、信じるだけでいいって言ってんですね。その背負いきれない、その重荷を私たちは主に背負っていただこうじゃないでしょうか。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。